この完全体の恐るべきパワー。なるほど。確かに素晴らしいパワーだ。私を十分に超えている。だが、それでは私には勝てない。絶対にな。僕をスーパーサイヤ人にする。何が楽しいんだ。お父さん、ここのところ毎日ずっと。なぜだ、なぜ俺はこんなにもパワーアップしたはずなのに。おさらもこの変身ができたんだ。だがあえてしなかった俺は、なんて間抜けだったんだ。やることは一つだ。セルをぶち殺す。お前、うるさい。武道大会を開いてやる。
武道大会10日後に開こう。大サービスだ。セルはどうした？勝てない。勝てなかった。当然だ。貴様ごときにあの完全体となったセルを倒せるわけがないだろう。そんなこと言ったのか。畜生。俺たちを使って遊んでやがる。俺。悟空さんが出てきたらもう一度精神と時の部屋で修行してみるつもりです。必ず役に立ってみせる。ふざけるな。貴様もドクターゲルの人造人間じゃないか。やっぱり違うんだよ、次元そのものが。それにさ、今は強い仲間が一人でも欲しい時だろ。すまない。だからご飯ちゃんはもう戦いなんかさせねえだ。ご飯が生まれた時、悟空さんも賛成してくれただぞ。さて、ミルクの時間だ。悟空さん、ほらこの子を偉い学者さんにするんだ。え、学者？そうだ。すぐご飯を不良仲間に引き込もうとして。不良だって？ひどい。世界一武道大会より少し広くするか。